コパスカー FD-04 はフィッティパルディオートモーティブが開発したフォーミュラワンカー。デザイナーはリチャード・ディビラ。FD-04 はそれまでの FD-01、FD-02、FD-03 とほぼ同型であったが開発が進んだことで戦闘力は向上していた。1976年シーズンはマクラーレンからエマーソン・フィッティパルディが移籍し、インゴ・ホフマンとの二大体制で戦うこととなる。 開幕戦のブラジルグランプリでフィッティパルディは FD4、ホフマンは FD3 をドライブする。フィッティパルディは予選5位、決勝13位であった。第3戦アメリカ西グランプリではホフマンも FD4 をドライブするが予選落ちした一方、フィッティパルディは予選16位、決勝6位と FD4 で初のポイントを獲得した。ホフマンは第4戦。 第8戦でも FD4 で参加したが、いずれも予選落ちしている。フィッティパルディは、第6戦モナコ及び、第9戦イギリスでも、それぞれ6位に入賞し、シーズンで3ポイント獲得、ランキング17位となった。1977年シーズンになると、車体のカラーはそれまで銀色であったが、黄色をベースとしたものに変更された。フィッティパルディは、開幕戦で4位入賞。 ホフマンは予選通過したもののリタイアとなった。第2戦でもフィッティパルデは4位に入賞し、ホフマンは7位となった。第3戦からはフィッティパルデの一大体制となる。第4戦のアメリカ西グランプリでも5位に入り、ポイントを獲得。その後第7戦ベルギーグランプリで新車のフィッティパルデ F5 が投入される。FD5 は第8戦のスウェーデングランプリでも使用されたが、 これが最後となった。ありがとうございます。